ご発言願います。藤本雄二君。はい、頑張って。民主党新緑風会の藤本でございます。まあ、改めてこの1時間の答弁といいますか、議論を聞いて、まあ、総理の器というのは何なのかなということを改めて考えさせられた1時間でありました。マイナンバーに関しましては、民主党政権で、最初に出しましたので、まあ、そういう意味では応援をしていく立場で、今日は質問をさせていただきたいというふうに思いますが、まあ、当時の野党が何を言ってたかなんていうことを私は申し上げるつもりはございませんので、建設的な、まあ、意見交換をさせていただければというふうに思います。ぜひ甘利大臣以下皆様方には温かみのある答弁で分かりやすくお答えいただければというふうに思います。今日はですね、基本的に衆議院の内閣委員会とか、まあ、代表本会議とか、まあ、そこの議事録もすべて読みました。そして報道もですね、この間の報道も、まあ、すべてチェックできているかどうか分かりませんが、基本的には全部チェックをして、見ましたが、まあ、論点と言われることについては、まあ、大方出し尽くされているのかなというふうに思います。ただその論点は出し尽くされているんだけれども、その中の答弁としてまだまだ理解が我々が理解ができるようなところまで至っていないこと、あるいは報道を見てもですね、まあ、一部、まあ、誤解もあるのかなと思われるようなことがありますので、まあ、そこのところをここは今日はもう最後になろうかと思いますので、明らかにしていくと。そして国民の皆さんが、まあ、我々含めてこのマイナンバー制度について理解を進めていってもらえるように、そんな観点から質問をさせていただきたいと思います。まず1点目なんですが、これは多分総務省の管轄になると思いますが、住基ネットとの関係なんですね。でこれは再三再四住基ネット住基カードの話が出てきていますけれども、まあ、おそらく多くの方々はそのマイナンバーシステムが稼働し始めると、まあ、住基カード、これも交付を今度個人番号カードに変わるときに返納するということを考えると、住基ネットシステムはマイナンバーシステムに統合されるんではないかというふうに思われる方々が多いんではないかなというふうに思います。まあ、衆議院の議論であるとか、あるいは一昨日の参議院での議論を聞いていても分かるとおり、マイナンバーシステムが導入された後もですね、住基ネットの仕組みというのはおよそ120億円ぐらいのランニングコストがかかるということがあって、それは2つ移動稼働ダブルトラックで動かすのは無駄じゃないかというふうな意見というのは出てきても不思議ではないんだろうなというふうに思います。で住基カードのサービスというのは、まあ、地方自治体によって違っていて、顔、まあ、いわゆる写真付きのところと写真付かないというところもありますし、 IC チップが付いているところと付いていないところもあったりですね、この間西村副大臣がマイナンバーの利用範囲を広げるときに図書館の利用もできるようにしたいという話をされましたが、もうすでに住基カードでもそれができるようになっているところもあったりするもんですからね、それだったら住基カードで十分じゃないかとかですね、合体させればむしろコスト下がるんじゃないかというような意見も出てくるのも不思議ではないというふうに思いますので、ちょっとここのところを明らかにするために、住基ネットのシステムをダブルトラックで動かし続けるその理由について分かりやすくお答えください。北村総務大臣政務官。はい、お答えいたします。今回の番号制度はですね、いわゆる番号法に基づき、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行う、いわゆる基盤でありまして、各機関の保有する情報を連携するための情報提供ネットワークシステムを設置することとされているわけでありますが、しかし一方、情報の一元管理を防ぐという観点から、このシステムは個人情報を蓄積しない仕組みと期待しているところでございます。一方、住基ネットは住民基本台帳に基づきまして、行政の中で本人確認情報を利用するための情報基盤として活用されており、各市町村が保有する本人確認情報を全国センターに保存し、国の機関等に提供することによって、国民の利便性向上や行政効率の向上が実現をするために有効に働いているというふうに理解をしているところであります。この住基ネットの機能は番号制度の導入後、番号制度運用のための役割も加わることから、引き続き必要になるというふうに認識をいたしているところでございます。また、住基ネットは、
都道府県市町村の住基事務、本人確認情報利用事務にも利用されていることから、今後も必要、引き続き必要としているものと理解しているところであります。番号制度における情報提供ネットワークシステムと住基ネットは趣旨の異なるシステムでありまして、それぞれ運用すべきものと考えているところでありますが、個人番号は住民票コードを元にした番号でありますし、住基ネットを活用することにより番号制度のシステムについて、二重投資を避けて、さらに効率的に構築をできるものというふうに理解をしているところであります。藤本雄二君。間違っているとは言いませんが、今の説明だと余計こんがらがって分からなくなっちゃうんです、正直ね。なんでかというと、個人番号カードができても結局住基ネットの仕組みを使って同じようなことができるわけだから、それだったら一緒にしちゃえばいいじゃないかという話が出てしまうんです。でそれをなぜ分けているのかということをお聞きしているんですね。で、その場合は、私が答えを言うのはあれなので、もう一度お聞きしますが、セキュリティという観点からした場合に、ダブルトラックであるのと、それを一緒に合体させるのと、どっちがセキュリティが高くなるんでしょうか。分かるか。せっかくお答えになったから。北村総務大臣政務官。議事録を止めてください。速記を止めてください。北村専務大臣。お答えさせていただきたいと思います。望月局長。もう一度、はい、藤本雄二君。ダブルトラックでやる場合と合体させるって技術的にできることなんだと思うんですが、ダブルトラックでやる場合と合体させることと、どっちがセキュリティが高いという判断をされているんですかっていう、どっちかって答えてくれればそれだけの話です。大事なことだ、簡単なことだ。北村政務官。北村政務官。はい、それぞれがですね、意図するところはそれぞれ思っておりまして、2つとも有効に、機能するものというふうに理解をしております。はい、いやいや。北村政務官、セキュリティの件について質問があったのですが。はい、政務官。それを分離した方がセキュリティが高いというふうに思っています。藤本雄二君。簡単に言えば、一箇所でやってしまうと、それにもし何か問題があると全部じゃあリスクを分散させるという意味では、ダブルトラックの方がセキュリティが高いって、それが答えなんですね。はい、でもう一つコスト、これはダブルトラックでやってるっていうのは、もう住基ネットのシステムっていうのはすでに動いていて、開発費用とかそういうものをずっとかけてきて動いてきて、ただ毎年120億円のランニングコストがかかってるっていうことになるんですが、これを合体してシステム開発をするということと、せっかくあるものをそのまま残してそれをリンクさせるんだと、どっちがコストがかかるんですか。北村総務大臣政務官。ダブルトラックの方がコストがかからないというふうに思っています。藤本雄二君。なぜダブルトラックじゃないかという説明を、私が一つ一つ今項目に分けて説明をしているのは、先ほど冒頭で申し上げたように、これ我々も応援をしないといけないし、それを皆さんが理解をしてもらわないといけないから言っている、もう最初から答え分かっていることを私は聞いているんですけれども、それでもう一つ聞きますが、これ簡潔に答えていただきたい。住基ネットの仕組みというのは何をするための仕組みであって、今度マイナンバーというのは何をするための仕組みなんでしょうか。北村政務官。先ほども申し上げましたように、住基ネットは個人情報をですね、本人確認情報を利用するための情報基盤としているものでありますし、ですから番号制度はですね、一方番号制度は複
数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということを確認を行う基盤として、その有効性を発揮しようとするものであります。藤本雄二君。要するにですね、担当、政務三役が理解をしていないのを国民の皆さんに理解してくださいっていうのはそもそも無理な話なんです。だからそこのところが多分私は基本なんだと思います。これ非常にやっぱり情報は我々の方がたくさん持っている人たちが、いやこれよく分かんないっていう話になってくると、皆さんこれを理解して周知して啓発しましょうなんていうことはもう掛け声だけに終わってしまうということが明らかなものですからね。そういう意味で私はちょっと確認のためにいろいろ質問をさせていただいているんですが、基本的に住基ネットっていうのは基本4情報をやり取りするし、行政官の間でやり取りするシステムなんです、簡単に言えば。でこのマイナンバーシステムっていうのは基本的には社会保障と税の関連の情報をデータマッチングするシステム、もう全く違うコンセプトのものなんですね。だからそういったところをですね、やっぱり理解してもらわないと、なんでこうダブルトラックで行くんだっていうことは多分理解されないんだろうという、そういう問題意識でお聞きしたところです。ちょっとこればっかりやってると、あっという間に12時になってしまいますので、次の質問に移りますが、今度は甘利大臣にお聞きしたいんですが、個人番号カード、これ個人番号カードを発行する前に通知カードを交付するということになっています。で当初の最初の民主党政権の時は通知カードというのは多分なかった概念だったというふうに思いまして、普通の紙で通知書を出すということだったんだろうと思いますが、これでなぜこの通知カードになったのかということをちょっとお聞きしたいことが1点と、通知カードを持って運転免許証とかパスポートを一緒に通知カードと持っていけば個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードと同じ効力を発するということになるんだろうと思います。となればわざわざ個人番号カードを取りに行くのかいなと、要するに免許証を持っている人たちにとってみれば通知カードだけでいいじゃないかと、わざわざ写真付きでのものを持っていく理由っていうのはどこにあるのかなっていうふうに思ったらば、あんまり個人番号カードを持つ意味がなくなってしまうんではないかなというふうに思うんですが、なぜここで通知カードという概念というかを入れ込んできたのかという、ちょっとそこについてお聞きしたいと思います。甘利国務大臣。通知カードはすぐ送付できますよね。個人番号カードは写真がついたりいろいろ手続きがありますから時間がかかります。おそらく本人確認の必要性がですね、世の中で結構出てくると思うんですね。でその時に、すぐ通知カードだと渡せると、それで、写真はついてませんから、免許証やパスポートでこうですよってことが確認ができる、じゃあそれでいいじゃないかというご質問ですけれども、それで済む人はいいかもしれませんけど、常時パスポートとですね個人カードを兼ね備えて持っているとかですね、じゃ免許証ない人どうするのとかですね、いろいろありますよね。で、番号カードですと写真もあるし必要な情報は入っているしですね、間違いなく本人確認ができるということでありますし、ただその手続きを済ませるまでの間っていうのは少し時間がかかると思うんですね。そのタイムラグも考慮してその間はそれに代用してこういうことができますよというふうに取り扱っているところであります。藤本雄二君。確かに通知書という紙でパッともらったとしても、それを持って何かするわけには、それに紙一枚に法律的な効力を持たせるということはなかなか難しいから通知カードというのがあるんだろうと思うんですが、私がお聞きしたかったのは、それで免許証を持っている人もいらっしゃらないというふうにお話があって、パスポートを持っていない方もいるという、ただ持っている人にとってはあまり個人番号カードというのは不要になっているんじゃないかと。で特にこの IC チップを入れるという話になっていますが、この IC チップというのもですね、
実は将来的にそんなに有効性があるものなのか、 IT 技術がどんどん発達していけば別に IC チップっていうものが必要性というのが今と比べると格段に落ちてしまってスマホになったりとかです、いろんなやり方が出てくる可能性というのもあるわけですね。ですから個人番号カードにあえてしなくてもシステム自体は動いているし、例えば私なんか免許証もパスポートも持ってますので通知カードだけで処理してそのまま置いとくと。でしかも利用範囲の拡大を今、施行後3年で考えていくということになると、その3年間は少なくともいらないかなというふうに思っても不思議じゃないのかなというふうに思うんですが、それはそれでいいというふうにお考えになりますか。甘利国務大臣。その通知カードをですね、番号カードに変えるのは法律で強制的に全部全員やりなさいということは言ってないわけですよね。でそれで不便を感じない人は変えないのかもしれませんし、不便を感じる人は変えるかもしれません。ただ奨励策としてですね、1枚のカードでいずれにしてもみんな済んでしまうということでありますから、これはそうした方が保管や携帯上もですね、いいんじゃないかというふうに思っております。そもそもこれは民主党政権の時にですね出されて、そして三党間でですね協議をして修正も今回加えられてですね、より良いものにしようということで出してありますから、きっと必要性は委員もですねご理解の上で質問されているんだと思います。藤本雄二君。いや、そういうことが起きる可能性があるんで、それはそれでシステムは動いてるから、それは良しとするかなという考え方もあるし、やっぱりこういうのはせっかくやってんだからどんどん進めていってサービスを向上させるっていう考え方もあるし、どっちが正しいってはなかなか言えないので、あまり大臣としてはどちらがやっぱり進めていった方がいいと思われているのかなということでの質問だったんですけども、これもこればっかりやってるわけにいきませんね。次いきますが、今の大臣の答弁の中で、1枚で管理ができるようにするということは便利、利便性も高まるし、というお話がありました。でよくこれもですね、かなり誤解がされることなんですが、情報管理方式についてマスコミなんかでもですね、個人情報やプライバシーが侵害される可能性があるという指摘というのはかなりあるんですね。つまりさらにですね、国民一人にこの番号を振って当面納税や社会保障などの情報を 一元管理する制度といって紹介をしているところもある、正直、一元管理ですね、ということになってしまいます。そうするとですね、どっか一箇所がその特定の行政機関なり、あるいはこの番号を生成する地方公共団体情報システム機構かなんかにハッキングで入れば、その人の情報がすべて一元管理されているというふうに誤解されて、かなり危険だというふうに言われることがあるんですが、この情報管理の一元化ということになっているのかどうかというのは、ちょっとこれを明確に多分お答えいただいた方がよろしいかと思います。お願いします。甘利国務大臣。これ結論から言うと分散管理で、それをつなげていくという方式を取るわけですね。でどのくらいの分散管理がされているかというと、都道府県市町村まで全部入れてですね、2000箇所ぐらいになるんだと思います。それを必要に応じてつながっていくということになっていく。一元管理できるのはその組織体の中での一元管理ということでありますから、国家がですね、あらゆる情報を一箇所でですね、全部管理して一つ間違って発見されれば、裸にされちゃうということではないということはしっかり伝えたいと思っております。藤本雄二君。そうなんですね、そこのところが結構誤解されている部分があって、この各機関によってそれぞれの情報は分散管理されているということになろうかと思いますね。もし私の情報をすべて見たかったら、私が関わっている行政機関全部にこう、例えば税とか社会保障、地方自治体とかに入っていかないと
分からない仕組みになって、これもやっぱりリスク分散の仕組みで、これ最初の質問に実は関係してきているんですが、このマイナンバーのシステムというのは、いわゆるデータマッチングのシステムですので、一元管理するシステムじゃないということは、これはやっぱり、我々も含めてですね、理解をしておいた方がいいかなというふうに思います。それともうその次にですね、その個人番号カードに IC チップを格納す、つけるということになりますが、これは法律で規定されているんですけれども、よくこういう質問とかこういうのがあります。個人番号カードを落っことしたり、あるいは盗まれたりしたときに、そこに IC チップがついているので、例えば年金加入記録とか、社会保障のいわゆる給付状況とか、所得情報とか、そういうものが、その番号カードを盗んだ人が全部見れてしまうんじゃないかというようなですね、ことを言われるんですが、これについてはどうなんでしょう。甘利国務大臣。カードの中に情報がすべて本人に関するのを集積されているのではなくて、そのカードは私が私であることを証明するものでありですね、それぞれ の情報に番号がついていますから、それを突合することによって、いろいろなことができるということでありまして、その IC チップの中に自分の預金額から、あるいは納税額からですね、もちろんその預金額とアクセスはしませんけれども、あらゆるデータが入っていてですね、ハッキング、それを入手すればですね、個人情報が全部その中に入っているというものでは全くないということでございます。藤本裕二君。はい、ありがとうございます。その辺ね、結構誤解が多いというふうに私も聞いていますので、カードでもら取ってその IC チップの中身を読めば全部わかるというふうに思っている方がいるんですけども、そうじゃないということをちょっと今大臣に明確にお答えいただきましてありがとうございます。それと、似たような話なんですが、火曜日ですね、火曜日の質疑があった中で、石橋委員の質問の中でですね、例えばレンタルビデオ店などでこの個人番号カードを要するに本人確認として提出をしてしまうと。でそこのところでよくあるんですが、我々もそのどっか そのポイントカードとかそういうカードを作るときに、本人の確認証を出してくださいと言われたときに、我々免許証を私なんか出す。でそのときにじゃあコピーさせてもらっていいですかと言ってコピーをするということがあるんです。でとそのときですね、この間 の火曜日のときに向井審議官が、表側には名前とか顔写真があるけど、その個人番号、いわゆるマイナンバーは裏側だから大丈夫だっていうような発言があったですね。でこれ普通に聞いてると、表とか裏とかっていうのはあんま関係がなくて、例えばこういうのがあって、こっちが表でこっちが裏っていうのは、渡したらこれどっちが表かっていうのは、私はこっちは表だと思ってるけど、向こうはこっちが表だと思ってたら、表とか裏ってほとんどあまり意味がないことなんですだというふうにちょっと聞こえてしまうとですね、ちょっと誤解が生じてしまうんではないかなというふうに思います。でその後ですね、米永委員と甘利大臣とのやり取りの中で、その個人番号カードを身分証明書として利用できるよう、要するにタンスの中にしまっておくのはもったいないじゃないかという話で、もっと活用してもらうために、これは本人の確認証、要するに免許証を持つ方もだんだん若い人も含めて減ってきているということの中で、これを身分確認証として、本人確認証として履行できるので、もっと使ってくださいという話になると、まさにレンタルビデオ屋さんに行って、それを渡してしまうという行為が起きてしまう。わけですね。でここのところをどうするかというのは、ある意味現実社会の中では大きな問題で、法律論で言えば、個人番号については、この間説明なさりませんでしたので、あえて私が申し上げると、19条と20条で、この個人番号の利用提供、そして収集保管というものがきちっと定められているというふうに思いますけど、ちょっとそこは向井審議官、ちょっとテクニカルな話なので、19条と20条をちょっと解説いただけますでしょうか。向井審議官。
マイナンバー法の19条におきましては、何人もですね、次の、過去のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報の提供してはならない、番号付きの個人情報の提供してはならないというふうに規定されておりまして、この、番号付きの個人情報の提供できる場合をですね、法律に定められた場合、例えばいわゆるその情報ネットワークを通じてですね、提供する場合とかに限られておるところでございます。また20条におきまして、何人も前条下号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を収集し、または保管してはならないということでございまして、この法律に規定する場合を除いてはですね、保管収集もいけないというふうに、そういうふうに規定されるところでございます。藤本雄二君。ということで、実は表と裏っていうのは、ここで重要になってきておりまして、本人確認をする顔写真がついていて、名前がついているのを表と定義するならば、本人確認はその表だけを見せれば本人の確認にはなるんです。しかしこの裏側の個人番号が書いてある、まあ、12桁でしょうか、それが書いてあるものを渡してしまって、それをなんていうんですかね、その店がじゃあコピーさせてくださいってコピーしてやってしまって、大体表と裏とコピーしますからね。でそういうことになってしまうと、これは収集保管という意味で法律に、まあ、抵触するという、まあ、そういうことになるんですが、それでよろしいんでしょうか。向井審議官。はい、ご指摘のとおり、表面と裏面を両方コピーしてですね、それを持っておりますと、これは収集保管に当たります。藤本雄二君。ここ非常に難しいんです。例えば我々がそこを理解をして、本人確認として表を出している、で向こうもその表だけはいいけども裏はダメっていうことを理解をしていないと、世の中のそんなことまで法律分かりませんので、ここの制限の状況と、要するに制限ですよね、制限しているものをどうやって広めていくんだろうかっていうのは私の頭では考えつかない。だからこのマイナンバーってのはどういうものなのかということを周知啓発徹底して、個人番号を持ってくださいねっていうところまではなんとかできるかもしれないけども、そういう裏側はコピーしちゃいけないとか、その例えばバイトの人がね、そのお店にいてね、そんなことまで分かれっていう方が私は無理な話なんだなっていうふうに思うです。だからそういう意味を含めて考えると、割りぐもなく個人番号を提示して運転免許証の時と同じようにコピーをして許可をしてしまうんではないかと。これは啓発活動頑張ります、頑張るのは分かるんですけど、どうやって頑張ってやるのかなというところが非常に私の頭では分からない。だからこれをどのようにされようとしているのか、まあ、こういう、まあ、一つの例です。この間火曜日の質問の中で出てきたものですから、ちょっとあえて申し上げましたけれども、こういうことが多分いろんな細かなところが法律に書いてあるからいいですよっていうことは我々の口からは言えませんので、これをいかに徹底させるか、そこのところについてのお考え、まあ、甘利大臣も含めてちょっとお考えいただければと思います。甘利大臣。いい指摘なんです。それで私もですね、技術的になんかできないかと、例えばコピーに出ないような番号ってありますよね。でそういう処置をしたらどうかっていうことを提案したこともあるんです。で そうしましたら困ることが起きると、保険会社等々でですね、この金融機関もそうか、金融機関も特定口座を作ったりするとき、そのときに番号をコピーしなきゃならないと、そのとき出てこないと困ることなんだそうです。だからそういう、ところが、なかなかクリアできないと。で確かに地元のうちに書き留めが届いて、家内と私で東京にいちゃうもんですから、毎週帰るとこの通知が来てて、それ郵便局持ってってですね、出すと免許証を出してくれって言われて、コピーしていいですかって必ず言われますよね。でこれどういうふうにするか、じゃあいっそのこと使わないでくださいって言うのかと、しかし身分証明書を持ってない人にとってはこれは一つの証明書になるなと。そうすると、まあ、業界団体ごとによくその後ろに紙が貼り出されますよね、壁際に。
個人番号カードは裏面のコピーは法律で禁止されてますというようなことをね、業界団体を通じて張り出すとかですね、なんか周知徹底の方法を相当考えないとやっぱり便利で不便になるなということは私も感じておりまして、いろいろと悩ましいことでありますから検討させていただきたいと思います。藤本雄二君。非常に我々からするとですね、大事な議論で、法律に書かれれば全て OK という話にはならないので、これは施行までに徹底できるようにですね、これはいろいろな工夫をしていかないといけないかなというふうに思います。それではちょっと次の質問に移りたいと思いますが、今度は財務省の関係だと思いますが、これもまた誤解がある部分があって、マイナンバー制度をこのシステムを導入すると、すべての所得が正確に把握できるようになるというような印象を与えるような答弁というのもいくつかありました。今日はおいでいただいてませんが、西村副大臣も3月27日の衆議院の内閣委員会で、所得の申告漏れのようなものは今後なくなる。その意味で、税社会保障分野において負担分担の公平性がより一層担保できると答弁をされています。これが本当かどうかということなんです。つまりですね、いわゆる黒四問題というのはあるかと思いますが、つまり所得の補足率が給与所得者の場合は9割ぐらいに達するのに対して、事業所得者、あるいは農林漁業所得者はそれぞれ6割とか4割にとどまるという、こういう問題なんですが、このマイナンバーを導入された、マイナンバーを導入した段階で、この黒四問題は解消されるとお考えになっていらっしゃるんでしょうか。伊藤財務大臣政務官。何度もいろいろご答弁をさせていただいておりますけれども、この個人番号制度の導入によりまして、申告書あるいは法定調書等の税務関係書類にこの固有の番号が付されるわけでございますから、法定調書の内容性やそれに伴うまた申告書等との突合が非常にしやすくなる、効率よく正確に行えるようになるということでございまして、所得の把握の正確性が向上し、適正公正な課税に資するものということになるわけでございます。しかしながら他方でこの番号を利用しましても、事業所得やあるいは海外資産取引情報等々に関しましてはおのずと限界がある話でございまして、番号が記載されて法定調書だけでは把握確認が困難な取引などもたくさんあるわけでございます。すべての所得を把握することは困難であると考えているところでございまして、番号制度導入後におきましても、国税当局としては限られた人員の中で、先ほど申し上げました法定調書の内容性あるいは申告書との突合に加え、さらに税務調査等も的確に行うなどを通じまして、公平な、適正な課税の実現に進めていかなければならないということでございます。藤本雄二君。結論、私は黒四問題解消されるのかどうかというふうに聞いたので、それに対して答えは完全には解消できないという、いわゆる限界性があるということだと思います。ですがこれも限界があるんだということも、我々としては認識をしておかないといけないだと思いますし、今法定調書の話がありましたが、現在はですね、納付すべき所得税額が、ある自営業者、国税庁に基本的には確定申告書を提出をしていると。ただ、すべての事業所が確定申告を出しているわけではなくて、所得があっても納税額がないところに関しては、むしろ地方自治体にいわゆる国民保険料、健康保険とかの算出がありますので、簡易申告書を提出するということになっているわけなんですが、やはりここのところ、マイナンバー導入でバラ色にすべてが所得が補足できないとなれば、そのあたりですね、つまり法定調書をどう拡大していくのかとかですね、所得があれば、納税額があろうとなかろうと、それが多いかろうと少なかろうと、そこのところは法定調書を拡大して提出していくというようなことを合わせてやらないと、所得の補足率というのは多分高まらないんではないかなというふうに思いますが、それでよろしいんでしょうかね、そういう考え方で。伊藤政務官。
まあ、先生のおっしゃられる先ほどの必ずしもこれがこのマイナンバー制度によって所得補足率、まあ、若干これ高くはもちろんなっていきますけれども完全なものではないということでございます。まあ、いずれにいたしましても所得把握、これにつきましては重要な課題であると認識しておりますので、この番号制度導入を踏まえましてどのように所得を適切にこれから把握していくかということにつきまして、ご指摘の法定調書の拡大などの制度面での対応を含めて今後とも検討していく必要があるとこのように思う次第であります。まあ、ちなみにあの法定調書の数というのは3億1000万枚現在あるところでございまして、これを現行の職員だけで活用する、あるいは全部入力するというのはなかなか難しいことであるということをご理解いただきたいと思います。藤本雄二君。はい、まあ、その手書きのいろんな調書を電子化するというのもものすごいコストと時間がかかるんだろうと思いますが、まあ、そこのコストとかもですね、効率化をいかに進めていくかということも大変重要な課題だろうというふうに思いますし、先ほど今答弁の中で出てきましたが、海外資産の把握というのはこれも非常に難しいし、まあ、いわゆるこの利用範囲をこの民間に拡大していくということになってくると、金融資産の把握というのも完全にできるかどうかというと非常に難しい話かなというふうに私は思います。例えば新規に口座を開設するとなったときに個人番号を見せてくださいということで番号をチェックすることは多分可能なんだと思いますが、これすでにもう口座を持っている方々とか、あるいはネットバンキングしか行かなくて銀行にの窓口に行かないという人も結構増えてきている。でその方々のいわゆる金融資産というのもなかなか取りづらいし時間もかかるし困難を極めるということになってくると、やはりおのずとこの所得の正確な補足というのはには相当な限界性があるんだろうなというふうに思っております。そこでですね、ちょっとこれ目的のところ法律の目的のところにちょっと立ち返るんですけども、これは修正案提出者にお聞きしたいというふうに思いますが、今回のこの修正の中で新たにですね加えたといいますか言葉がございまして、行政この法律の目的というかの中に行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図りという言葉を入れたというふうに承知をしております。でただですね、この分今その修正をする前を読んでもですね、実は行政運営の効率化というのは読み取れるのかなというふうに私なんかは思っているんですね。で実際にこの法律実は私数えたんですが503文字ありまして、503文字、これ一つの文章なんです。で1分300文字って言ってると、これ読み上げてみましょうかって言おうとしたらこれだけで1分40秒ぐらいかかるので読み上げることをやめますが、非常に分かりにくくて、この文章を私はどういう構造になっているかっていうのを考えたら、この法律はっていうものの主語がですねどこにあるんだって探すの大変だった。でこの法律はの主語に対する述語が実は、まあ、今日はお手元にお持ちでない方もいらっしゃると思いますが、あえて言うとこの法律はの 主語の述語が実は必要な事項を定めるっていうのと特例を定めるっていう2つある。でこの2つあるんですが、その最初のだから目的を大きく分けると2つあって、その、この法律はで必要な事項を定めて特例を定めるということなんですが、最初の目的の一つがですね、二つの意図があって、一つ目は行政事務を処理する者が迅速な情報の授受を行うことができるということと、もう一つ国民が利便性の向上を得られるというこの二つの目的があって、合わせると3つの目的でこの法律が出来上がっているということが分かるんですね。でそうなってくるとですね、まず1つ目の行政事務を処理する者が迅速な情報の授受を行うことができるということが、まさに、今回修正をされた行政運営の効率化という言葉に変わられるというか
とイコールなんだろうと思うんですが、あえてここで行政運営の効率化というのを修正をしたその意図について、修正案提出者にお答えいただきたいと思います。衆議院議員後藤祐一君。はい、確かに長い条文でございますけれども、もともとの政府案にございました効率的な運営の管理及び利用並びに他の行政事務を処理するものとの間における迅速な情報の受取という部分はですね、必ずしもこの修正後の行政運営の効率化のすべてではないと考えます。で、政府案の方の今の長い情報の受取という部分はあくまで行政運営の効率化の手段の部分なんですね。でこの手段によって、例えばですね、こういった迅速な情報の授受によって、手間が非常にこう簡略化されて、人がこうやってた分が少なくて済むということによって、その人が他のお仕事をすることができるようになるというようなことは行政運営の効率化には該当すると思いますけれども、迅速な情報の授受というところには該当しないわけです。つまり行政運営の効率化という概念の方が今言ったようなことも含めたより高次な概念としてふさわしいとこういうふうに考えたので修正したということでございます。藤本雄二君。はい、よくわかりました。それともう一つ、およびの後の行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図りというところなんですけどね、これ先ほどから議論しているように所得の補足というのは、まあ、今と比べると正確性が増すだろうし効率性も高くなるとはいうものの完全にできるわけではないので、本当の意味での公正な給付と負担というのがなかなかできにくいのも事実なんだろうと思うんですね。でそこであえてここで非常に苦肉の言葉策だなと思って、より公正な給付と負担の確保を図りっていう、このよりと図りっていうのがなかなか微妙だなというふうに思っているんですが、これを入れたそこのまた意図というのを教えていただきたいと思います。後藤祐一君。委員おっしゃる通り、これによって完全に公正な給付と負担というものが実現するわけではないということは、先ほど伊藤政務官の方からもお話がございましたけれども、その通りでございまして、このよりという言葉を加えたのは、このマイナンバーの導入によって、行政機関の横断的なチェックが可能になったりといったことによって、公正な給付と負担についての水準が高まる、改善するという意味で、よりという言葉を付けさせていただいたという趣旨でございます。藤本雄二君。非常に明快でありがとうございます。そしてあと基本理念のところにちょっとお聞きしたいということがありまして、第3条第1項第1号になるのかな、ここのところも修正をされていて、この個人番号とか法人番号というのは行政運営の効率化を進める果実として、つまり行政運営をの効率化を進めた結果として国民の利便性を向上させるのではなくて、この第1条の目的でさっき2つあるって言ったのは国民の利便性の向上と事務効率っていう、まあ、2つあると思うんですが、そこのところを意図してここを変えたのかと私は想像しているんですが、そういう意図でよろしいんでしょうか。要するに両方が同じ目的として並列になっているということで。後藤祐一君。そう考えていただいて結構だと思いますし、3条の方のもともとの政府案では行政運営の効率化を図り、もって国民の利便性の向上にすることとなっていて、これですと国民の利便性の向上につながらないような行政運営の効率化が除外されてしまうわけでございます。でこの2つのこと、国民の利便性の向上と行政運営の効率化はそれぞれ大事だということが1条でも明らかになるわけでございますので、3条の基本理念においてもこれはそれぞれ並列という形で、持ってという関係ではなくておよびということで2つを並列させて書いたということでございます。藤本雄二君。はい、それであればですね、もう一つ第3条の第2項、ここのところは修正をしていないところなんですが、ちょっと簡単に読み上げると、個人番号および法人番号の利用に関する施策の推進は個人情報の保護に十分配慮しつつ行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上に資することを旨として、とここは並列でなく行政運営の効率化を通じた国民の利便性の向上といって、ここは修正をしていないんですが、ここはあえてその 第3条の1項と違ってですね、ここをあえてそのままにしていて通じたというのを残している、そのなんか意図はあるんでしょうか。後藤祐一君。これはですね、3条1項1号と3条2項を比べてみると分かりやすいんですが、基本理念の3条1項1号の方は
これは行政事務の処理においてということで、主に行政機関の中の議論として、行政運営の効率化と国民の利便性の向上は両方大事だということを規定したわけでございますが、ご指摘の3条の2項の方は、これはですね、このマイナンバーの利用のに関する施策の推進にあたっての国民の方から見てどうかということを主に規定しているわけでございます。でここは国民の利便性の向上ということをよく考えながら進めてくださいよという基本理念がこの2項では書いてあるわけですが、ここでその行政面の効率化というものをまた並列して書くと、この3条2項の方で言おうとしている国民の利便性の向上というものが薄まってしまうということで、ここは行政面の効率化と同じ位置づけで2つ並べるのではなくて、利便性の向上というところを前に出して書いたということで、ここを並列にしてしまうとちょっと薄まってしまうのではないかというふうに懸念して、このままにしております。藤本雄二君。はい、わかりました、ありがとうございます。修正案提出者に関してはもうここまでの質問ですので、もしよろしく、あと10分ですが、この場でご在室いただいても構いませんし、12時までいただいても構いませんが、どうぞよろしくお願いします。後藤祐一君、退席していただいて結構でございます。もう12時までというお約束ですので、あと午前中は答弁が長くても短くても一問だけにさせてもらいますが、ここもまたいろいろ議論というか誤解があるところなんですが、天井大臣、利用、民間利用というところまで範囲を拡大にしたい、拡大するというようなことを時々というか、かなり答弁されているんだと思うんですけどね、ここで法律でさっき第1条で、この目的のところで、行政事務を処理するものがというのが、主語に当たっているということを考えると、その行政事務を処理するものの情報従の効率化、そして行政事務を処理するものから便宜の提供を受ける国民の利便性の向上というのが、この本来の目的になるというふうに考えていいのかなと思います。そうすると、行政分野以外、要するに行政分野とは関連のないようなことは、この法律では想定をしていないという解釈が成り立つのかなというふうに思うんですが、その解釈でよろしいのかどうかなんですね。つまりごめんなさい、もうすぐ終わりますけど、第1条でこの主語を置くことによって、単純に民間企業が迅速な情報の授与を行うということは、想定をしていないというふうに想像ができるんですが、この利用範囲を附則第6条で広げる可能性をうたっているとなれば、もう何度も今まで議論が出てきたレンタルビデオの貸し出しの時にその番号を使うことというところまでは多分利用範囲は広げるということにはならないのかなというふうに想定をします。で、この利用範囲と一言で言ってもですね、実はいくつか意味があって、よく答弁されるのは IC チップの空き容量を利用してっていう答弁があるんです。ですからこの IC チップの空き容量を利用してサービスを拡大するという意味でも利用範囲の拡大につながると思いますし、2つ目は個人番号、いわゆる12桁のマイナンバーを利用するのを拡大するという意味も2つ目にありますし、さらに言えばネットワークをつなげるという意味で利用範囲を拡大するという意味もありますし、この3つ大きく考えられると思うんですね。で、多分これを混同してこんがらがって一緒になって利用範囲を拡大するという話になると、おそらく人によっては理解の度合いが違う、共通理解がなされないんだろうというふうに思いますが、この多分説明を利用範囲の拡大と説明するとき、この3つぐらいに分けて、この場合はこの程度、この場合はこの程度、この場合はこの程度というふうに説明をしていただかないと、多分理解が間違った方向に行ってしまうのではないかなという懸念を持っておりますが、その点についてお答えいただければと思います。どちらが答弁されますか。向井審議官。先生ご指摘の通りでございます。やっぱり3つの場面に分けてですね、議論すべきだと思いますが、そのうちですね、その番号制度の拡大という場合はですね、この IC チップのですね、空き容量というのは基本的に番号を使いませんので、これは要するに番号制度の拡大には当たらないと、逆に言うとカードをどういうふうに利用するかという側面だと思います。で、この法律におきましてもですね、条例または政令でですね、その民間に利用できるというふうなことが書かれております。ただ民間に対する利用につきましては当面はやらないということで、賛同合意の中でそういうふうな方向になったというふうな理解でおります。それから
個人番号という場合ですね、このマイナンバーそのものと、マイナンバーとですね、全く1対1に対応する別の番号ございます。でその別の番号をですね、付けたものをですね、情報を連携する場合と、マイナンバーそのものを拡大する場合、それの2つに分けて議論する必要があるというのもご指摘の通りだと思います。でこれはどちらもですね、この番号法上のですね、このマイナンバーの規制につきましては、マイナンバーだけではなくて、マイナンバーと一対一に対応する番号もですね、この個人番号の個人情報の保護の規制に全部かかってまいりますので、それを含めて、マイナンバーの制度の個人番号制度の拡大というふうに捉える必要があるのだろうと。ただその、拡大する場合にですね、このマイナンバーそのものを拡大するとするとですね、マイナンバーをですね、見せる範囲が広がる、特に民間に拡大すると見せる範囲が広がるという側面がございます。一方、別の番号を使ってマイナンバーとマッチングするという方法ですと、マイナンバーそのもののですね、広がりは抑えられると、そういう利便性がございますので、やっぱり一義的には民間利用という場合は別番号をですね、なんて言いますか、そのつなげていく方法の方がですね、安全性は高いというふうに考えられます。ただ民間利用というのもまたいろんな場面でですね、人によっての民間利用ということが全く異なっておりまして、例えばその税の場面におきますですね、源泉徴収なんかのですね、もう番号をつけて提出するのもですね、民間が番号を扱うという意味では民間の番号を扱いますが、これは通常民間利用に含めないで考えるんだろうと思います。そうするとですね、その民間利用を拡大するという場合に一つはですね、その民間といっても本当に非常に幅広ございまして、通常こういう番号制度なんかでですね、その便利だと言われるのはワンストップサービス系の話が非常に多いんじゃないかと思うんです。例えば引っ越した場合にですね、電気とかガスとかそういうところに全部引っ越しの情報が通じるみたいなイメージのですね、そういうもの、それからその作業者とその TSUTAYAとかですね、楽天とかそういうものの顧客のですね、名簿に番号を使うものというのはやっぱり根本的に話が違うのかなというふうに思います。したがって民間の利用の拡大という場合もですね、いわゆるその電気とかガスとかという準公的な企業がですね、顧客の利便に使う場合、そういうふうな場合がですとかですね、あるいはその経団連なんかの要望で出される中でですね、最もかなと思うのは、生命保険会社がですね、精子情報を欲しいというのがございます。でその通常親がどういう生命保険に入ってたというのは子どもが知らない場合結構ありますので、そういう場合ですね、結局今生命保険会社もですね、支払い漏れというのは非常に多くなっておりまして、それが逆に金融庁からの指導でですね、支払い漏れを少なくしろというような指導もある、そういう状態でございますので、そういうふうな、いわゆるそういうふうな、なんて言いますか、そういう公的な企業がですね、その顧客の利便性の前に使うというのが第一の選択肢になりうるんじゃないかなという気がいたします。そういう意味ですね、民間利用という場合も先生のおっしゃる通り、場面場面とですね、その中身をちゃんと分けて議論すべきだというふうに考えます。藤本雄二君、はい、ありがとうございました。午前の部はここで12時ということで、総理への質問が若干長引きましたが、私はここで、午前の部は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。午後1時に再開することとし、休憩いたします。藤本雄二君、午前中に引き続き何問か質問させていただきたいと思います。ちょっとお昼休みといいますか、昼食時間が入ったので前の流れとちょっと変わってしまってですね、やりにくいところは正直あるんですが、何問か質問させていただきたいと思いますが、マイポータルについてお聞きしたいと思います。このマイナンバー制度の導入に伴って、いわゆる個人情報提供ネットワークが構築されて、いわゆるそのマイポータルで自己情報は閲覧できるようになるということになると思うんですが、このマイポータルの活用方法とか、あるいはこれは財務省になるんでしょうかね、納税者とのマイポータルとの、関係といいますかね、それをどのように構築されていこうというふうに考えていらっしゃるのかお聞きしたいと思います。伊藤財務大臣政務官。お尋ねのマイポータルでありますけれども、法律施行後1年をめどとして、この情報開示システム
いわゆるマイポータルを設置するものであります。まあ、基本的にはこれは自分の特定個人情報が誰がなぜ提供したのかを確認するというのが第一であります。でまた事故情報がどのようにその行政機関などに記録されているか、行政機関などが持っている、自分の特定個人情報について確認する機能、そして、まあ、これはプッシュ型サービス、このナンバーを持っている人に対して、このマイポータルを通じて、一人一人に合ったその行政機関などからのお知らせを表示すると、こうなっているところであります。まあ、このほかにも将来的にはワンストップサービス、各行政機関などへの手続きを一度で済ませる、こうした機能を持たせたいということであります。先ほどから先生おっしゃられるように、これはカードに記録されているものではなくて、それぞれの甘利大臣がご説明させていただきましたように、各種のそれぞれの情報を管理する行政機関のデータでありますので、まあ、ここに自分が自らナンバーとそのカードを持ってアクセスするという機能であります。藤本雄二君。ちょっと通告してなかったんですが、分かって教えていただきたいんです。先ほどマイナンバーって個人番号カードに IC チップがあるけど、この IC チップで全部分かるわけではなくて、このマイポータルにアクセスして初めて自己情報が閲覧できるということなんだと思いますが、まあ、仕組みとしては非常に分かりやすく簡単なんですが、落としたり悪用されたり盗まれたりして、その人が個人番号カードを他人がそれを持ったとしても、そこにまあ個人番号カードがあったとしても、それは二重三重のチェックが入って、その本来の持ち主の自己情報には当然アクセスできないという仕組みがなされているというふうに認識してよろしいんでしょうか。どちらが、はい、向井審議官。先生ご指摘のとおりですね、マイポータルにアクセスするには、公的個人認証を原則使うつもりでおります。しかし従いまして、公的個人認証を取得した上でですね、カードリーダーにカードを置いて、それで、まあ、暗証番号等を入れないと入らない仕組みでございますので、拾ったからといってすぐにアクセスできるものではないと思います。ただ、まあ、全くできない、なんて言いますか、その本間のプロがですね、悪用する可能性がないわけではないので、やはり紛失した場合はですね、直ちに届けていただきたいというふうに思います。藤本雄二君。本物のプロと嘘物のプロがあるかどうかちょっと分かりませんけども、まあクレジットカードなんかも落としたらすぐに、まあ、報告してっていうことになると思いますし、これも落としたことが分かればすぐに変えれば、番号も要するに個人番号自体も変えることができるということになるんだろうと思いますが、あんまり本物のプロとかそういう話をしない方がいいのかなと思いますが、実際に多分そういうことなんだろうと思います。でこのマイナンバーの件で非常に多くの方々が懸念するのはやっぱり個人情報の管理なんだろうというふうに思いますね。だからこの個人情報の管理という面で、今回はその特定個人情報保護評価制度というのが、まあ、作られると認識をしておりますが、この制度自体がこのプライバシー保護にどのようにこう貢献して役立つものなんでしょうか。向井審議官。特定個人情報保護評価は行政機関、地方公共団体等がですね、この個人番号、マイナンバーを含みますこの個人情報ファイルを保有するに先立ちまして、事前に漏洩とかそういう体制のチェックをです、危険性などを自ら評価いたしまして、特定個人情報保護委員会、第三者委員会が承認する制度でございまして、番号法において申請するものでございます。この特定個人情報保護評価は、自ら評価し、それで委員会が承認することを通じまして、業務体制やシステム設計がプライバシーに配慮したものであることが確認できるという点、事前に評価を行い、必要な措置をあらかじめ講ずることにより、個人情報の漏洩等を未然に防止することに資する。また評価結果を公表するため、国民によるチェック機能が働くという点で、プライバシーの保護に大きな意義を有するものであるというふうに考えております。藤本雄二君。
まあ、この辺大変重要なことなんだろうと思いますし、それともまた別にその参上委員会方式の特定個人情報保護委員会が設置されて、監視監督を行うということになろうかと思いますが、この監視監督っていうのはどういうことなのか少し具体的に教えていただきたいということと、もう一点それに関連してですね、まあ、個人番号を取り扱うもの、実際ね、個人番号を取り扱うものの中にはこの今の言いました特定個人情報保護委員会の指導をこう、まあ、無視するというか、ないがしろにするというか、そういうような、まあ、悪質な方もいるかもしれないということを考えるとですね、こうした悪質なものに対してどういう処罰あるいは対処を考えているのか、この2点についてお聞きしたいと思います。向井審議官。第三者委員会特定個人情報保護委員会は、まあ、具体的には個人番号を利用する者におけますこの特定個人情報の取り扱いですとか、この取り扱いに関する法令違反行為、それから情報提供連絡システム等の維持管理等などが監視監督の対象となります。この監視監督にあたりましては、具体的には指導、助言、勧告、命令、それから措置要求、必要な措置を求める要求でございます。それから立ち入り検査などの権限を行使することとしております。そしてこういうですね、命令とか措置要求に違反した場合につきましては、罰則がつくということになってございます。藤本裕二君。はい、わかりました。ただその特定個人情報保護委員会は非常にそういう意味では大事な役割を担うわけなんですが、この体制を、ね、どういうように整備していくのか、どういう体制で整備していくのかということも今後の課題としては出てくるのかなと思います。多分その行政、多分じゃない、行政機関の機構定員の査定を行っているのは総務省だというふうに思いますが、この総務省としてこの特定個人情報保護委員会の体制整備、これに対してどういう方針でどういう考え方で、まあ、取り組んでいこうとされるのかということがちょっと懸念されるところがあります。例えば消費者庁を作りましたといったときに、各省庁で消費者行政をやっている部署というのがあるので、そういうところからこうある程度消費者行政に詳しい方々を呼んで、まあ、集めてといいますかね、それでやっていくと今までの定員の中でこう賄うことができるというふうに思いますけれども、今回全く新しいものを、まあ、新しいものを作るということになったときに、政府全体のいわゆる行政需要等を勘案してですね、この機構定員の査定を総務省行政管理局としてはどういう形で行って、どういう必要な体制を組んでいくのかということ、これについては少し明確にお答えいただければと思います。お願いします。総務大臣官房、和光審議官。はい、特定個人情報保護委員会は、個人番号を含む個人情報の適正な取り扱いを確保するために設けられた機関でありまして、番号制度の適正かつ円滑な運営のため、その役割は極めて重要であるというふうに認識しております。まあ、今後はその業務量がどのように推移するかを踏まえまして、まずはそのどのような体制が必要かについて、担当部局でしっかりとですね、検討していただきたいと。その上で、総務省としましても、その内容を丁寧に聞き取りまして、十分その精査をさせていただきたいというふうに考えてございます。藤本雄二君。まあ、ということで、まあ、今の段階ではどうだということを言えないんだろうと思いますけれども、その必要な 業務量というか、そこと、まあ、その必要性重要性ということを勘案して、まあ、その定員なども当然ここをいじっていく可能性もあるという認識でよろしいんでしょうか。和光審議官。はい、当然新しい事業に対しましては、それに必要な定員等について検討していくということでございますので、政府全体のその定員管理の中でですね、適切に対応してまいりたいというふうに存じております。藤本雄二君。このマイナンバー制度の中で、非常にこの個人情報が漏洩するんじゃないかとか、そこの管理どうなるのかというのは大変大きな関心事だというふうに思いますので、この業務量のところをきちっと精査した上でですね、この体制はきちっと、まあ、いい体制を作っていただきたいなというふうに思います。時間が実は13時20分までということでございますが、先ほどの午前中の質問で同僚の福山委員も 3,4 分ちょっと超過をしておりますので、私 3,4 分削りますので、削って、最後の質問に入ります。でこの最後の質問、これ
通告してたかどうかちょっと分からなくなってしまったんですけども、通告しなくても答えられる内容なので、ぜひ甘利大臣にお答えいただきたいというふうに思いますが、マイナンバーという名前、嫌いじゃないというお答えは代表質問の時に、お答えいただいているんですが、その後もですね、かたくなにお使いにならないというのがございまして、ちょっと質問なんですが、以前このマイナンバーというのを決める前はいろんな呼び方があって、国民総背番号制とかっていう話もあったりするんですが、国民総背番号制というのとマイナンバーっていうのと、どちらが親しみが湧く言葉、通称だというふうに思われますでしょうか。甘利国務大臣。まあ、二択でしたら、背番号と言われるとやっぱり嫌な感じがするんでしょうね。藤本雄二君。まあ、確かにその通りで、正直なお答えだと思いますが、総背番号制、国民総背番号制というと、まあ、今回マイナンバーの中でもかなりこう言われて、国家権力が国民を管理監督するような印象というのを受けるというような意見もあったりするので、このマイナンバーというより親しみやすい言葉を使っていった方がいいのかなと私は思っております。で、このマイナンバーはご承知のとおり、平成23年の2月の24日から約1ヶ月間かけて一般公募して決めたものです。で、その一般公募は807件ほど、まあ、応募があったということを聞いておりまして、その中からこの番号の名称に関する有識者メンバーによってですね、決めてもらったものであるということを考えると、まあ、この制度を、まあ、浸透させていって皆さんに理解をしてもらうためには、まあ、親しみのあるネーミングも必要なんだというふうに私は思っておりますが、この間からの答弁で、他の政務の方々はマイナンバーと言ってくださるんですが、甘利大臣はなぜか、言っていただけなくてですね、なんとかここは言っていただかないといけない、質問が終われないなというふうに思っておりますが、まあ、ぜひですね、そのマイナンバーという名称を広めていただきたいと思いますが、甘利大臣いかがでしょうか。甘利国務大臣。法律に従って、私は社会保障税の番号とか個人番号とか申し上げておるわけであります。まあ、マイナンバーというのは、国民に広くですね、この愛されるということであれば、それは自然と定着をしていくのではないかというふうに思っております。藤本雄二君。ぜひそれを広めるためにもですね、積極的に名前を使っていただけて、これは一般公募で決まったというそういう背景がありますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。5分ちょうどお約束の時間ですね。お会いいたします。藤本雄二君の質疑は終了いたします。